田畑城は、尾張国加須ガ軍、田畑村、現在の愛知県名古屋市北区近所を3丁目に、所在した、日本の城である。田畑に残る美浦聖の霊詳祭な築城年は、不明だが、天文年間に、落ちのぶが、清洲城の前衛基地として築城したものとみられる。落ち氏は、伊予国落ち軍を発祥とする一族で、美濃国安八軍林村に、セったの地、 さらに当地に至ったものとみられ、林氏とも称していたという。別名に、カリヤド城があり、この名は、現在の終わり朝日市カリヤド町にあった、カリヤド村に由来するといい、信孝の子である、林康介の代に、当地からカリヤド村まで支配が及んだことからそう称されたという。しかし、カリヤド村に、康介の支配が及んだことは、長州雑誌の記述により間違いないが、 やすの子でありおだけの重臣であった、林道勝の代に、おだけより先行などにより支配を任されたものと見た、方が自然であるとする説もある。また、北区市では、おち氏が仮宿に移り、林氏となったこと自体を誤りであるとしている。城は、稲尾の戦いの後に廃城となり、跡地に、名古屋市立金城小学校が建っており、 埋蔵文化財放送地としては遺跡番号002021として周知されているが、地表上での遺構は残っていない。ただし、白屋敷なる地名が残り、田畑町に多く見られた、三浦、小川星は皆、信孝の過労の末裔であると言い伝えられてきたという。ありがとうございます。